青柳昭弘トレードの危機、阪神エースが直面する厳しい現実と、移籍先での可能性に注目、監督の苦悩も明らかに、連覇を目指す阪神は、後半戦での大勝利を視野に入れていますが、その中でエースと期待される青柳晃弘が先発ローテーションに名を連ねていないのは一体なぜでしょうか。昨年年に続続いて青柳昭弘は今もも2年連続で開幕投手を務めたものの 投球が安定せず今季3度もファーム広角の浮き目に遭いました6月1日に登録を抹消されてからは約2ヶ月間も一軍のマウンドから姿を消しています在阪スポーツ紙のデスクが次のように語ります青柳はボール球が先行してカウントが厳しくなり2打を浴びる場面が目立ちます昨シーズンは8勝に止まったにもかかわらず 岡田明信監督はシーズン MVP を獲得した村上少女ではなく、青柳を開幕投手に指名しました。監督の期待は大きかったのですが、現在もファームで試行錯誤が続いています。彼は復活してほしい投手であることに間違いありませんが、青柳昭弘は2021年と2022年の2年間、連続して最多勝を記録しました。特に年は13勝4敗 防御率2.05という圧倒的な成績で最優秀防御率と最高勝率765を獲得し投手三冠を達成しました彼はヤクルトの山田哲人巨人の坂本隼人 d n a の宮崎敏郎といった右の強打者に対しても相性が良くマウンド上では自信に満ちた表情を見せていましたエースとしての地位を築いたように見えたものの昨年は8勝6敗 防御率4.57という不本意な結果に終わりましたオリックスとの日本シリーズ第7戦で先発し、チームを38年ぶりの日本一に導く一員となったものの、個人的には不完全燃焼のシーズンでした。今季に巻き返しを誓ったものの、ここまで8試合に登板し、1勝3敗、防御率3.83という成績に止まっています他球団ののスコアラーは次のように分析しています。 青柳選手は制球力の改善でタイトルを獲得しましたが、彼の最大の武器はその球威のある直球です。球速は145キロ前後と特に速いわけではないものの、その変則的なフォームから放たれる直球は、右打者の懐に食い込む軌道を描き、表示される球速以上の威力があります。打者はそのため、差し込まれることが多いのです。しかし、現在はコーナーを狙いすぎて、直球の威力が落ち、 変化球も見極められやすくなっていますもっと思い切りよく腕を振り、ストライクゾーンにどんどん直球を投げ込むことができれば、打者にとっては非常に厄介な存在になるでしょう。エースとして結果を出さなければならないというプレッシャーが、青柳の投球を慎重にさせている部分があるかもしれません。阪神の先発投手陣には村上少女大竹幸太郎、博人西 ビー,ズリーといいっったた充実したメンバーが揃っています左腕エースとして期待される伊藤将司はまだ本調子ではないものの及川正孝や紋別系人といった控えの選手たちが控えており厚い層を形成していますさらに故障からの復活を目指していた高橋遥人も7月20日に育成から支配下に復帰しましたこのような状況を考えると青柳の先発での立ち位置は微妙になっています 注目すべきは FA の動向です。今季は厳しい状況ですが、一軍でプレーし続ければ、来季中に国内 FA 権を取得する可能性が高いです。今後のパフォーマンス次第ですが、先発陣が手薄なヤクルトやバンテリンドームと相性の良い中日が獲得に動く可能性があります。復活を目指すために環境を変えるという選択肢もあるでしょう」と在阪スポーツ紙のデスクは語ります。 FA 権の取得が間近に迫っている青柳ですが、トレードという選択肢もあります。阪神の先発陣は非常に充実していますが、一方で前半戦に貯金を積み重ねられなかった原因は深刻な頻度にありました。クリーンアップを担う大山雄介、佐藤照明、森下翔太が打撃不振で前半戦にはファームでの調整を余儀なくされました。ノイジーやミエセスも戦力として期待通りの活躍ができていません。 前川右京や野口京介といった勢いのある若手が台頭してきていますが、打線の軸になる強打者を補強できれば、チームの得点力は大きく向上するでしょう。プロ野球を取材するフリーライターは次のように述べています。青柳は功労者であることは間違いありませんが、他球団に移籍した方がチャンスが増えるのであれば、ファームに止めておくのはもったいないことです。かつてはトレードに対してマイナスのイメージがありましたが、 今は状況が異なります。選手を買い殺しにするくらいなら、他球団で活躍させた方が良いと判断する球団が増えています。選手にとっても必要とされる球団に移籍することは野球人生において大きなプラスになります。例えばロッテではトレード移籍した選手が活躍するケースが多く、先発陣が盤弱とは言えないチーム事情があります。吉井正人監督は投手の能力を引き出す力に優れているため。 青柳の獲得に動いいいても不思思議ではないと思います過去にはタイトルホルダーの投手がトレード移籍により再び輝きを取り戻した例がいくつかあります例えば2022年オフに楽天と中日の間で成立した和久井秀明と安倍部寿の交換トレードがあります和久井は西武ロッテ楽天で4度の最多勝利を記録した実力派右腕として知られていますが楽天は右の強打者を補強する必要があり このトレードが実現しましたまた環境を変えることで復活を遂げた選手の移籍劇も存在します2020年9月巨人からロッテにトレード移籍した沢村拓一はその典型例です沢村は巨人時代に先発やリリーバーとして活躍し2016年には守護神として37セーブを記録し最多セーブ投手のタイトルを獲得しましたしかし 2020年は13試合の登板で1勝1敗1ホールド防御率6.08と登板機会が激減しました請求難により3軍降格を経験した澤村は1軍復帰の道が険しい中で同年9月に一木和也現オリックスとの交換トレードでロッテに移籍したことが彼の野球人生における転機となりました途中加入でありながらロッテでは22試合に登板し 0勝2敗1セーブ13ホールド防御率1.71と相手打者を圧倒する本来の投球を取り戻しました翌2021年からはメジャーリーグのボストン・レッドソックスで2年間プレーし昨年からロッテに復帰してセットアッパーとして活躍しています青柳はまだ30歳と年齢的にもまだまだ若くこれからの活躍が期待されます果たして彼は阪神で再び輝くのか そそれとも新たな環境ででののの復活を選ぶのか、その動向に注目です。ファンの反応、今の青柳は自分を見失ってる感じがするなぁ、以前の青柳選手は、できないことを一つずつ工夫しながら克服していく姿が印象的でした。しかし、最近の彼は何か変に器用になろうとしているように見えます。一度、原点に戻って自分自身を見つめ直す時期かもしれませんね。期待されていないな中で、 努力を重ねてタイトルを獲得し、ローテーションを守る投手としての結果を残してきたからこそ、再び這い上がってきてほしいです。青柳選手は確かに功労者ですが、ここ2年間の不審時には、打たれるとマウンド上で不機嫌な表情を見せることが多く、これがマイナスイメージを生んでいます。捕手や野手陣もそれに対して嫌な気持ちになるでしょうし、ファンとしては、なら打たれないように投げなさいよ、と思ってしまいます。 2年連続最多勝のプライドが微妙に影響しているのかもしれません青柳選手がセ・リーグの他球団に移籍することで環境が変わり彼の球筋やフォームに慣れていないパ・リーグの球団に移籍することでも新たなチャンスが生まれるかもしれません今期の阪神は極貧打線に悩まされている状況です少しでも打撃力のある野手を獲得できるのであれば青柳選手とのトレードも選択肢として考えられます 村上投手がなかなか勝てず、伊藤翔投手も不振で、先発投手陣も万全とは言えない現状があります。もし、青柳選手に可能性があるならば、昇格して好投しているはずですが、実際はそうではありませんトトレーードはチームにも青柳選手にももも青選選手メリットがある選択肢かもしれません。